はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。本日ついにホタルの性能そして戦闘映像が公開されました。ホタルは崩壊されるバージョン 2.3 の前半で実装となります。もう正直ね、 PV 見てるだけでも鳥肌が立ちました。それぐらいサムの戦闘演出すごすぎる。そしてホタル強そうです。まあ、性能期待してる方も多いと思いますが、説明聞いてる感じはやばい要素しかありませんでした。ではまとめの方やっていきます。はい、では性能を確認する前にまずガチャ情報から見ていきたいと思いますが、とんでもないガチャ来ました。ホタル、ルアンメイ、もうこの時点でやばいんですけども、さらにギャラガー、ミーシャ、セツイという、これはね、スタレ史上最も豪華なラインナップと言えると思います。生放送でも言及ありましたが、ホタルとルアンメイはかなり相性がいい組み合わせのようなので、もうこのガチャをがっつり回すだけで強力なパーティーが組めるんじゃないかなと思います。ギャラガー、ホタル、ルアンメイ、調和開拓者、まあなのでホタル欲しい方はこのガチャがっつり回していきたいですね。ルアンメイはやっぱりね、個人的には強さ、使い勝手、汎用性、これらを全て加味すると最強のサポーターです。引いて後悔することはまずありませんので、おすすめとなっています。さらに公園水ガチャなんですが、モチーフ2つは当然として記憶の中の姿っていうこの星4調和公園水、これが入っているのがありがたいです。ルアンメイにとっても調和開拓者にとっても相性のいい公園水なので、例えばホタルモチーフを狙いながらルアンの公園水もしっかり確保するっていうのも可能です。ではここからホタルの性能を見ていきます。ホタルは壊滅の運命を歩む炎属性の星5アタッカーです。フィールド上ではホタルの姿でこのようにね、走ったり探索をすることができるんですが、秘技を使用すると飛び上がって空中でサムに変身し、落下位置をこんな風に好きに決めることができます。これかなり早いし、探索も普通に便利そうですよね。オブジェクトも破壊することができるようです。さらに着地するときに範囲内にいる全ての敵を攻撃することができます。でこっからがやばいんですが、なんとこの秘技を使って戦闘に入るとウェーブが切り替わるごとに敵全体に炎弱点を付与します。全体付与っていうのもやばいし、ウェーブが切り替わるごとに発動するのもチートすぎませんか。裏庭とかでも強そうだし、何のコンテンツでも結構ご利用視力高そうですよね。あと気づいた方もいると思いますが、もう一つ衝撃の事実があって、このね、左右の4体の敵に注目してほしいんですが、こいつら誰一人として炎弱点はもともと持っておりません。で、秘技を使った場合どうなるかというと、まず炎弱点を付与した後に弱点撃破してそのまま倒しきってます。まあ、というわけで雑魚狩り性能も非常に高いと思います。まあさすがに読みほどではありませんが、精鋭の取り巻きとかも一気に倒せますし、まあ読み持ってない方にとっては、かなり快適になると思います。では続いて戦闘スキル。サムには通常形態と強化形態の2つがあるようでして、通常形態の戦闘スキルでは HP を消費することで自分の EP を回復しつつ敵単体に炎属性のダメージを与えます。まあ、ちなみに HP を消費しちゃうデメリット若干怖いんですけども、 HP が少ないほど受けるダメージが減少するというテンポを持っているようです。はい、そして必殺技、ここからが本番です。まずはじっくり演出を見ていきましょうか。かっこいいですね。もうなんかロボットアニメみたいな気合の入り方ですが、必殺技を使用することでサムは第二形態に移行し完全燃焼状態となります。この状態では速度がアップし、さらに通常攻撃と戦闘スキルが強化されます。で、二刀流になってこのモーションやばすぎる。真のサムの戦い方こんな感じなんですね。そして強化戦闘スキルを使用するとサムの弱点撃破効率がアップし、敵が受ける撃破ダメージが上昇します。さらに攻撃をするたびに自身の HP が回復し、対象としている敵に炎弱点を付与します。ちょっと能力てんこ盛りすぎですね。もう一回おさらいしていきましょう。強化戦闘スキルを使うと弱点撃破効率アップ、まあ、人生をより多く削れるようになり、さらに敵の受ける撃破ダメージが上昇。さらにホタルの HP を回復し、対象とした敵に炎属性の弱点を付与します。まあ、あと壊滅キャラクターということで拡散攻撃になっていますので、左右の敵も巻き込むことが可能です。この攻撃でガンガン弱点撃破を狙っていきましょう。というかこの映像だと炎弱点がない敵も撃破してるんですけど、これ何こんな説明ありましたっけ。聞き逃したらすいません。それとサムが完全燃焼状態に入るとタイムラインにこのカウントダウンが出現します。まあ、ロビンのコンサート状態みたいなイメージが近いと思うんですが、このカウントダウンが回ってくるまでの間はずっと、強化状態、まあ、完全燃焼状態が継続しまして、カウントダウンが来ると同時に終了するって感じです。
ちなみにここ一瞬なんですが、止めてみるとホタルの EP が多分5しか溜まってないんですよね。まあ、なのでもしかしたら完全燃焼状態の間 EP を貯められないのかなと思います。まあ、戦闘スキルで EP を回復する効果がついていますので、まあ、なんとかそれで必殺技を回していこうっていう感じになりそうです。はい、ここまで見ていただいた通り、ホタル、サムは撃破がテーマになっているアタッカーのようです。敵全体に炎弱点を付与できる上に撃破効率を上げて人生を削りやすくなっていますし、また弱点撃破によってダメージを稼げやすい能力の説明もありました。生放送内でも撃破効率バフを持っているキャラクターや超撃破を出せる調和開拓者と相性がいいよっていう説明がありましたね。なので今回のガチャはもうホタルスターターデッキどころか下手したら完成形になってくるのかなと思います。さらにここで朗報です。バージョン 2.3 アップデート後、調和開拓者が1人配布されます。これによって今まで、5凸が限界だったんですけども、ようやく貫凸が可能になりますね。調和開拓者の貫凸めちゃくちゃ強いですから、バージョン 2.3 から本領発揮です。で、これを受け取る資格がですね、話の内容的に開拓クエストの第1章、まあ、序盤の方のストーリーを、最後までプレイすることでどうやら解放されるみたいなので、新規の方とかまだねストーリーあんまり進められてないよっていう方もおそらくもらえます。安心してください。あと皆さん、これ注意してもらいたいんですけども、今回の生放送の中で一瞬だけホタルがね装備している異物オーナメントが見えるシーンがあったんですが、これどっちも新異物オーナメントですよね。まだ分かりませんが、公式が装備させているということは相性がよく作られているんじゃないかなと思われます。で、これらはどちらもバージョン 2.3 で実装されます。新次元界オーナメント、この豪華の方ですね。それとトンネル異物、公害を一掃せし鉄器、これがもうもろ撃破と超撃破アタッカーに適したセットと書いてありますので、まあやはりホタル用になるのかなと。で、なんならこれブートヒルとも相性良さそうなので僕はワクワクしております。というわけで、ホタルのために異物厳選をやろうとしている方は一旦待った方がいいです。というか、おそらく、このバージョン 2.3 で新しいものを一式揃えることになると思いますので、なるべく今のうちに育成素材の周回とかを済ませておいて、新バージョンでがっつりね全部を厳選に使えるように準備しておくのがいいかなと思います。はい、というわけで一旦ホタルの情報をまとめさせてもらったんですが、新バージョンね、これ以外にも情報の密度半端なかったですね。新しい高難易度コンテンツ、末日の幻影とか模擬宇宙に大きなアップデートが入ったり、またね4バージョン連続で開拓クエストが追加されます。あと先週同盟の今後実装されるらしきキャラクターが続々と、シルエットだけですが公開されていたりと、いやスタレやっぱ熱いわ。今後もね動画投稿やっていきたいと思います。で、ホタルに関して創作体験サーバーにもし呼んでいただければ、事前にね動画を作りたいと思いますし、そうじゃない場合でも実装日には必ずホタルの無凸解説投稿しますので、もし見てくれるという方いればチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さん、ありがとうございました。